もこんにちは、比較ゲームズです。メッシ毎回 FP 候補ということで、今日もですねウニギルバアプリ2020やっていきたいなと思います。本日はですね、ぜひ見ていただきたい動画、もう初心者の人から上級者の人まで全員見ていただきたいライブアップデートがっつり解説動画やっていきたいなと思っております。で、今回ですねこの動画出すのにめちゃめちゃ調査してきたのと、内容も濃くなってるので前後半に動画を分けさせていただきたいなと思っております。今回は前半ということで、ライブアップデートの基本と調子がですねどのくらい選手に影響を与えるのか、そんなところのお話をしていきたいなと思っております。まあライブアップデートっていうのはですね2020の中でもスカットを決める上ですごく重要な指標ですし、さらにですね最近で言うと2月13日からレジェンド選手のですねコンディション評価っていうのが B5点になったんですよね。はい、これすごく大きなニュースだったので、まあこういったですねニュースいろいろあったんですけど、ライブアップデートの話をですねより理解するとウイルアプリもっと楽しめると思いますし、何よりスカット作りが楽しくなると思いますので、ぜひですねこのデータしっかりまとめてきましたのでチェックしていただきたいなと思います。そしてチャンネル登録や高評価もしていただけたら嬉しいなと思います。ということで早速いきましょう。レッツゴー。はい、ということでまずはですね、そもそもライブアップデートは何ぞやと、その話からしていきたいなと思います。これを聞けば赤ちゃんでもみんなのおばあちゃんでも分かるように内容をまとめていきたいなと思うんですけど、ライブアップデートっていうのはですね、もう簡単に言うとリアルでの活躍を反映して、それがですねリアルで活躍すればするほどゲームの世界でも選手のコンディションが良くなるっていうシステムですね。 A から E の5段階のコンディション評価っていうのがつけられて、それがですね選手ウイレアプリで試合をするときに選択される調子に大きな影響を与えます。はい、調子っていうのはまあ皆さん分かると思うんですけど、絶不調、不調、普通、好調、絶好調、この5段階ですね。あれがですね試合前に毎回出てきて、みんなベンチと調整したりすると思うんですけど、あれに大きく影響しているって形ですね。でライブアップデートっていうのはですね基本的に毎週木曜日に更新されるので、それを見ながらですねスカット作りをするっていうのが面白さの一つになっております。で確認できるのがここですね。好調評価と不調評価っていうのがここで確認できて、ここに載ってない選手は全員 C という形になります。はい、で対象となるチーム、ライブアップデートって誰が対象なのって話なんですけど、基本的にですねほぼほぼの選手には対象なんですけど、未所属だったりとかレジェンドの選手っていうのは全員適用外なので、はい、ここは注意していただきたいなと思います。まあ、レジェンドに関してはさっき言ったようにね最近 B 固定になったんですけど、未所属選手に関しては全員 C 固定ですね。なので最近話題のドルトムント所属のハーランド選手だったりとか、あと黒玉でいうとドルトムントのロイスだったりとか、ライプツヒのベルナー選手だったりとか、こういった選手はですね対象外になるので、まあ、やっぱりライブアップデートっていう側面から見るとなかなかこういった選手っていうのは使いにくいっていうのはあるのかなと思っております。であとはですね2019からやってる方でいうと、スタンダード選手じゃなくて引き継ぎ選手を持ってる方多いと思うんですけど、引き継ぎ選手に関しては所属リーグ関係なく全て対象外になりますので、はい、ここは注意していただきたいなと思っております。でライブアップデートでもうとにかくまずね皆さん理解していただきたいのは、B 評価以上の選手は必ず普通以上の調子が約束されているってことなんですよね。なのでここのね好調以上に乗ってるこの選手たち、選ばれし選手たちなんですけど、もうここに乗ってる選手たちは、どんな試合においてもですね必ず普通以上になるので、つまりですね例えばマイチームから、ちょっとねミリンコビッチ・サビッチレベマにしたいので自慢させていただくんですけど、調子が普通だったら、この見えてる能力がそのまま発揮されて、好調絶好調だったらここにパーセンテージがかかってさらに強くなるので、はい、最低でもこの見えてる能力が発揮できるっていうのは、まあ僕らとしてはすごく安心できますよね。はい、そういった意味でライブアップデート B 以上の選手を積極的に起用していくっていうのは大事なポイントになります。はい、っていう意味でもレジェンドのライブアップデート B 固定っていうのはなかなかえげつないシステムなんですよね。はい、でライブアップデートが調子に影響を与えるって言ったんですけど、もう一つ重要な数値があって、それが何かっていうと、はい、このコンディション安定度なんですよね。このですね根安っていうのは選手ごとにですね1から8の数字が割り振られていて、まあ僕がね能力企画でいつもうるさく根安根安言ってると思うんですけど、はい、根安って言い過ぎて朝起きたら高安になっちゃうかなって思う時もあるんですけど、はい、まあ結構大事になってるんですよ。で実はですね高安の概念っていうのは2019になったタイミングでちょっと変わってます。で昔はですね高安の定義っていうのは高くなれば高くなるほどコンディションが安定するっていう数値だったので、実はですね高安低い選手でも絶好調が出やすいっていうメリットがあったんですけど、実はですねこれが2019から完全に変わっていて、ライブアップデート環境では高くなればなるほどコンディションがより良くなりやすいってなってるので、はい、これは2020も引き続きという結果が出てます。なのでもうとにかく根安は高ければ高いほどメリットがある状態になってるっていうのはすごく大事なポイントですね。そこはですね必ず理解していただきたいなと思っております。はい、ここでですね、まあ、ライブアップデートと根安がすごく大事っていうことは分かったかなと思います。でここからですねちょっと派生してウイレアプリにおける調子の重要性って話をしていきたいなと思っております。結局ですね今ライブアップデートと根安の話をこの後していくんですけど、じゃあ結果的に出てきたその調子がですねどれくらい選手に影響を与えるのかっていうのが分かってこないと、皆さんはその過程性っていうのもどのくらい大事か分かんないと思うんですよね。なんだろうな、なんか結論の重要性を知ることで経過をより意識することになるみたいな感じなんですけど、でまずはじめにすごく大事なポイントとして、この調子がですね選手のステータスに与える影響っていうのはコナミさんは公式の回答は行っておりません。なのでこれはあくまで推測値になるんですけど、今ですね、結構いろんな方が入れてるアプリのね情報だったりとか昔のですねデータなどを見た時に大きく外れることはないんじゃないかなっていうデータが出てきてますので、はい、今回はですねそれを採用しながら考えていただきたいなと思っております。で、注意していただきたいのはボールキープとかアグレッシブネスだったりとか、上で2020から新しく入ってきた能力系はですね、なんか変動値が出てきてなかったので、あくまで推測値という形なんですけど、はい、こんな感じのですね変化があると言われております。はい、いやこれねめちゃめちゃでかいんですよ。はい、でパーセントでの変化なので、能力が高ければ高いほど上がりやすいし、高ければ高いほど下がりやすいっていうのは皆さんも分かるのかなと思います。じゃあですね、この絶好調絶不調だった場合、ロナウドがどうなるのか見ていきましょう。はい、こんな感じですね。別人かな。絶好調と絶不調別人っすよね。この絶不調ぶっちゃけ銀玉ぐらいだし、逆に絶好調で言うともうなんか欠点どこですかって感じの能力っていうのが分かると思うんですけど、先ほどの数値を当てはめた場合このぐらい影響があるんですよ。で、実はですねロナウド完走99の数値がすごく多いと思うんですけど、まずそもそもねウィダーアプリの上限は99なのかっていう問題はあって、見た目上は99なんですけど裏では100以上に上がってる説っていうのもあるんですけど、なんかね公式の回答だったりとかなんか検証してる方もいて、そこを見てみるとですねおそらく上限は99なんじゃないかって言われてるので、オフェンスとかはもともと98なので絶好調になっても1しか上がってないっていうのが見てわかるのかなと思います。なのでこれを裏返せばですね、実は、ロナウドみたいにもともとめちゃめちゃ能力が高い選手じゃなくて、バランスよく全体が高い選手、例えばナインボラン選手を見ていただくとわかるんですけど、こういった選手の方がよりヤバさはにじみ出ますよね。90前後だった数値が絶好調になることによって一気にですね90後半まで持ってくるので、はい、こういったタイプがですねより重要っていうのは見てわかるのかなと思います。なので、見ていただいたらわかる通り、もちろんですね好調以上の選手を使ってできるだけですね能力アップした選手を使うっていうのはもちろんなんですけど、絶不調になった時の能力の低さっていうのも同時にわかると思うんですよね。はい、だからこそ不調以下にはしたくないっていうのも同時に考えなくちゃいけないポイントなのかなと思っております。はい、ここまでで調子とそれに与える影響がどれくらい大きいかっていうのがわかるかなと思います。じゃあ具体的にですねライブアップデートと懇願が調子に与える影響っていうのをライブアップデート C の場合で見ていきたいなと思います。でこれはですね実は2020になってからシーズンモードでですね総計1万2000件のデータ集計してきました。でこれはですね黒柴さんっていうね僕がいつもいろいろやり取りさせてもらってる方なんですけど、その人がいろいろデータ取りまとめて、はい、まとめてくださったので一応 Twitter のリンク概要欄に貼っとくんですけど、ライブアップデート C の時のそれぞれですねコンディション安定度3から8の選手っていうのをまとめてみました。ちなみに今は1と2は出してないんですけど、1と2の選手ってなかなか使う機会ないと思いますので、はい、今回は3から8でやっていきたいなと思っております。でこのグラフを見ていただくとですねいくつか分かることがあるんですけど、まず注目はこの黄色の普通の数値、ライブアップデート C 環境だと常に比率は 50% 前後なんですよね。なのでここは変わらないんですけど、懇願が高くなれば高くなるほどそれ以外の 50% ですよね。はい、そこが好調に寄っていくという形ですね。で逆に懇願が低ければ低いほどその他の 50% が不調の方に寄っていくと、そんな形になるのかなと思います。で次に不調率をちょっと見ていきましょう。不調率でいうと黄色より上のオレンジと赤の部分ですね。はい、この部分でいうと懇願7と8あたりはですね大体不調率が 10% 強なので9試合に1回不調が出るかなって感じですね。で逆にですね懇願4とかを見ると、パーセントとしては 28% ぐらいなので4試合に1回、懇願3だと3試合に1回は不調かなって感じなので、はいここは結構大きな差が出てますよね。で正直これをどこまで許容できるかっていうのはもちろんその選手をどれだけ使いたいかとか、その人自身の判断によると思うんですけど、僕の中の基準ではやっぱり懇願6以上は持っておいた方が安心かなっていうのはありますね。これあくまでライブアップデート C の環境なので、はい、そこはですね理解していただきたいなと思っております。でもう一つ、3つ目として重要なのは懇願8がですね、実は懇願8のデータだけでも2000件近くチェックしたんですけど絶不調は一度も出てこなかったです。でこれ 100% ゼロとは言えないんですけど、2000件やって0件ということは確率としては著しく低いことが分かるかなと思います。ってことはこれかなり魅力だと思っていて、さっき見たようにですね絶不調になっちゃうとマジで別人レベルの能力値になっちゃうんですよ。っていうことを考えると、もちろん 0% とは言えないですけど極めて可能性が低い懇願8っていうのはやっぱりちょっと格別だなっていうのが見たら分かるのかなと思っております。ということで、ここまでライブアップデート C 環境についてお話してきたと思うんですけど、皆さん気になるのはじゃあライブアップデート B だったらどうなるのか A だったらどうなるのかってところだと思うんですよね。であとはですね、実はですねこの調査の中でものすごい発見をして、オンラインとオフラインの環境で調子の決まり方のルールっていうのが違ったんですよね。はい、これすごく面白いところなので、はい、そういったところをねこっから話していくとそれだけで15分ぐらいになっちゃうので、これはですね後半の動画でお話していきたいなと思っております。気になる方はチャンネル登録高評価していただけると嬉しいなと思います。この動画おそらく1週間以内には後半動画出すと思いますので、ぜひチェックしていただけるとすごく嬉しいなと思います。ということで今回前半動画以上で終わっていきたいなと思います。何かわからないことあったらですねコメント欄とかで書いていただければ、僕もチェックしたいなと思ってますし、視聴者さん同士でですねわかることあったらぜひ教え合っていただきたいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。